鴨志田幸鴨志田幸は、日本のビジネスプロデューサー。新事業、新商品、新店舗開発など、0から1を生み出すことを得意とする、ビジネスプロデューサーマーケター。リ・パブリック・イニシアティブの初期メンバー。作戦本部株式会社を設立。京都造形芸術大学にて、漫画学科学科長、准教授を務める。 日本 e スポーツ促進協会の副理事長。その他にも、経産省クールジャパンの名プロデューサー、6次、産業化中央サポートセンタープランナー、阿佐ヶ谷アニメストリートプロデュース、運営、2五百5 4 0イカフェアソンプロデュースなどを手掛ける。作戦本部株式会社を設立し、同社の代表取締役、京都造形芸術大学に手順教授を務める。イベント、 地方創生、メディア露出、イベント登壇、雑誌掲載、吉高鴨志田、www.facebook.com、2019年1月5日閲覧、吉高鴨志田、吉高鴨志田タパブリックイニシアティブ、2019年1月5日閲覧、ab、りパブリックイニシアティブより良い社会システムや、公共空間づくりを実現する。 2019年1月5日閲覧。AB、作戦本部。作戦本部。2019年1月5日閲覧。AB、教員紹介大学案内。京都造形芸術大学。京都造形芸術大学。2019年1月7日閲覧。日本 e スポーツ促進協会。2019年5月22日閲覧。Look at me Japan. 2019年1月6日閲覧。藤田観光の新事業、藤大工作戦本部。2019年1月10日閲覧。おたかるおたきあるとはサンスポー。com。www.sanspo.com。2019年1月12日閲覧。日本初のインターネットラジオプラットフォーム立ち上げと、CH 運営。作戦本部。 2019年1月10日閲覧、メディア運営パックメディエーション作戦本部2019年1月10日閲覧、ゴジラフェス2017開催作戦本部2019年1月10日閲覧、新宿をアートの発信拠点に新宿クリエイターズフェスタ作戦本部2019年1月10日閲覧、スチームパーク日本最大級の スチームパンク展示即売会。スチームパーク日本最大級のスチームパンク展示即売会。2019年1月12日閲覧。秋葉原に負けない聖地に JR 高架下に阿佐ヶ谷アニメストリートが生まれるわけ。IT メディアビジネスオンライン。2019年1月20日閲覧。佐々町への観光客、企業誘致、移住増加プロジェクト。作戦本部。 2019年1月10日閲覧。伊豆大島の風土と暮らしを、スマホで体験 AR アプリ、昔メガネ、伊豆大島編を発表。www.atpres.ne.jp s。2019年1月10日閲覧。インク、産経デジタル、日本再発見旅を楽しむ、地域の記憶をデジタル化伊豆大島。産経ニュース。 2019年1月20日閲覧。岡山県和気町防災検定普及促進プロジェクト防災イベントプロデュース。作戦本部。2019年1月10日閲覧。未来メーカーズ。m i r a i m a k e r s j p 2019年2月2日閲覧。 h t t p s w w w n h k o r j p k o k o k y o z h a t b k o k u h y o u a r c h i v e r e s u m e 0 3 9 h t m l n h k z u 3 9 i j w w w n h k o r j p 2019年1月12日閲覧。バイスジャパン、ネットセレブ。第1回、ももともみなみ。インターネットセレブリティーズエピソード。1、みなみももち。https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュウォッチ。v イコールアドバキディグワイアンド。フィーチャーイコール4つ。b2019 年2月2日閲覧。東京都中高年福祉推進委員協会。 www.facebook.com2019 年2月2日閲覧フィットネスクラブにおけるソーシャルメディアの活用法と今後の可能性2019年2月2日閲覧柏崎市イノベーションデザイン会議待ち直しの現場から終了しました柏崎市2019年2月2日閲覧シンク別冊編集部 エド、ビジネスリーダーの Facebook&Twitter 活用術。東洋経済新聞社文房具マスターピース。東京カレンダー株式会社。古谷信明馬場正尊。牧村正しやかえけ学。石川勝る。かもし幸下川和也高宮地数へ通る。リバブリックイニシアティブ。エド、町直しや、町と人を再生させる仕事。商文社。 六十分でわかる e スポーツ最前線。吉高鴨志田、和也、青木、株プン、鴨志田由紀、青木和代、株プン、東京。 技術評論者、ISBN978 から4から297116880、29億十二億二千三百三十一万四千八十八、https コロンスラッシュスラッシュ w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  r l d c a t o r g スラッシュ oclc スラッシュ一二二三三一四零八八。ありがとうございます。